親子丼を作ります。材料はこちらです。鶏肉は2センチ角に切り、玉ねぎは薄切りにします。三つ葉は2センチ長さに切ります。小さめのフライパンに分量の水、本だし、砂糖、醤油、みりんを入れて煮立てます。鶏肉、玉ねぎを加えて中火で3分ほど煮、溶き卵を回し入れて半熟状に煮ます。半量ずつご飯にのせ、三つ葉を散らして出来上がりです。